え、ちょっと待って、何やれ。これ何？これ敵？これ。人？え、人やわ。キュルン？怖っ。君チン、僕チンが見えるの？あ、見えますよ。やったやった。キュンキュンキューン。かわいい。100年ぶりに僕チンが見える人登場。僕チンはボックリ。お前100年生きてその喋り方痛いな。みんな僕チンが見えないから困ってたの。とにかく聞いて。ボクチンの大事なマラカスがあそこの魔物たちに隠されちゃって。マラカス？ほう。岩の向こうにいるはずのあいつらなんだけど。どうした？あれがないと力が使えないんだ。だからお願い。ボクチンのマラカスを奴らから取り返してきて、ちょうらーい！いや、まあまあいいけど。せっかくこのブーメラン使ってみようか。おりゃ！うぃー。やっち。うっ。これ使い勝手ええの。お、寝とるけど、わ、めっちゃ強いやつらおるやん。え、どっか行ってんけど。うっせえやろ、ちょっと待って、これやばいぞ。やっべ、やっべやべやべやべ、ちょっと待って。これ3匹はきつくないか。ちょ、お前離れとけ離れとけ。ちょ、これ3匹はやばいってきついって。どうしたもんかな、これ。やっぱ。これやばいわ。ちょ、上、一旦上行こう。いってー、攻撃する手段山ほど持っとるな。あっ、ネオルは近づいて、うらっ、こいつだけやってまい、こいつだけやってまいたかったー。寝ろ。そしたら何事もなかったね。寝始める。オッケー、一体撃や。え、襲われてるで。何してんねんお前。お前、それは違うぞ。おらバカ野郎。お前、一般人に手出し始めたら終わりやぞ。クソや。おい、大丈夫か？お兄ちゃん、大丈夫か？おい、こうなったらもう終わりや。とどめさせたるわ。大丈夫か？おう、大丈夫か？生きたわ。えっ。お、若いの？崖の上に挑んだことあるか？この辺りの険しい崖を見ると、登山家の血が騒ぎ出してな。ところで、旅先シーダー商品庫にある。見たけど、ただぜ。あ、マジか、商人やったが、気絶してる間に、あれやな、かっぱらっとけばよかったな。あ、いって！いや、いって！あのリーチ、うざすぎ！オッケー。よし！あ、これか、マラカス。2歳の頃にはすでに振り回していた。うん、取り返してきたぞーい。ウィ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 。ゆるん、それは。ボクチンのマラカスー。ちょうらいのらーい。まあいいよ。なんだこいつ。かわいい。嬉しい、ゆるん。あ、でもね、聞いて。ボクチンのマラカス。中に入ってたコログの実がなくなってて、いつもの音が出ないの。キューン。コログの実が一つのまでを歌って踊っていつもの力でお礼ができると思うんだ。例えば、キミチンのポーチ大きくしちゃうとか、どうかな。え、俺持ってんじゃん。ああ、持ってるよ。これでどれか拡張枠大きくできるってことか。まあ、武器ポーチでいいよな。うん。え、なにこれ。え、お、増えたわ。なんでこれで増えるんだらしいけど。タンタララランやらへんね、お前。大きくなった武器ポーチ。キャッ。あ、持ってるよ。あー、じゃあ次弓ポーチでいいか。うん。あ、スキップで、はい。まあ、多分二度と見ることはないでしょ。え、帰んの？ちょ、もう一回。あ、もうできひんねや。あー、そのコログの実っていうところに行ったら、なるほど、武器拡張してもらえるんやな。あれ、あそこに見えるのは祠ではありませんか。危なっクソギリギリやったわ今。お、村の門らしきもんが見えてきましたね。これコード打てんのかな。かかりこ村着きましたね。あ、少し味をくじいてしまいましたね。よっこらしょっと。旅のお方、そのお腰につけているのはどちらで。
ああ、なんか、起きたらありましたよ。あさようでございましたか。そのシーカーストーンは選ばれし者の証。もうそのことを知る者は少なくなってしまいましたかね。我々シーカー族、あ、シーカー族なんや、あんたらが。ずっとあなた様をお待ち申し上げておりました。まあ、まずは我らが長である、インパ様のもとを行きなされ。どこにおる？わ、すーげえ。はあ、羽衣滝の社でございます。おそれにしてもあなた様でお会いできるなんて。長生きしてみるものですね。え、もしかして今燃えてた？あ、ほこらあるやんけ。その前にちょ、ほこら行ってまおうぜ。グロニヒの教え。広いな。あ、宝箱や。残党の消灯。めっちゃ良さそうな色ったで。え、なに？え、戦いの試練ってことですか、これは。横飛びで避けて、その隙に攻撃を加えよ。横飛び？注目中に横に移動ジャンプ。で、こうか。こういうことね。はい。お、すげえ！え、回避ジャスト。え、そんなんがあんの？え、ボコ叩かれそう。ちょっと待ってな。あと一発大丈夫やろ。うぃー、ラッシュ。はい。お、すげえ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 。お、すげえすげえすげえ。こんなんあるんや。爆中で避ける。これ、後ろに避けるんかな？あーちょ。むずっ。ういー、からの、ギュン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 。あ、これはいいね。はい。お次は？盾を突き出し、その攻撃を弾け。ファリー？あ、ジャストガードってことね。はい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 。え？ミスったわ。ちょ、ないし。いや、壊れた、壊れた。え？え？めっちゃむずない？え？タイミングよくやってますがな。あ、こういうことね。力を貯めて放てば、貯め攻撃を繰り出せる。あ、それ知ってますよ。うぃー。お、ガーディアンナイフ。あ、いいね。よっしゃ。俺これ相当強くなったぞ。この修行を経て。いや、これ戦いが楽しくなってきましたね。今まで戦いちょっと防戦一方っていうか、逃げて隙をついてしばいて、また逃げて隙をついてしばいての繰り返しちゃったんで、これでよりアクロバティックな戦いができるようになるんじゃないかなと思います。よし、これ2個目。あ、これ。あ、ここでも祈ることできるんや。あ、いろんなところがあるんや、祈りの像っていうのは。ちょっと、おさに合わせてくれ。何やつ、ここはインパ様のお屋敷。ん、それは、そや、このシーカースのが目に入らぬか。そこどけ。もし、いや、あなた様、もしや。そや、あの伝説のリンクやぞ。失礼いたしました。いや、話が早く助けるわ。お話はインパ様に伺っております。どうぞ奥にお進みください。ありがとうな。ちょっとこのお供え物をパッチしていくわ。ごっつバチ当たりなことしとるけど。まあ、ええやろ。これ伝説の勇者やから俺。そのぐらいのこと許されてもええやろ。何しよ。あ、男の人。何？え、それはシーカーストーン。すげえな、このシーカーストーンあったらこの村やりたい方だよ。もしあなた様、祖母が話してくれたリン、リン、あの忘れたわけではなくて、言葉がうまく、私はパヤと申します。あ、言えた。自分の名前ですら当たり前でしたね。申し訳ございません。幼い頃より祖母からあなた様のことを伺っておりました。どうぞ中へお入りください。祖母が随分間違えております。あ、そうなんや。まあ、よいよ、苦しみない、表をあげろ。その可愛さに免じてその無礼は見逃しとるわ。お、あんたか、傘でっか。やっと目覚めおったか。久しいのリンク。え、すっかり年を取ってしまったが、覚えておるじゃろ。え、リンク覚えてるん？俺それ聞いてへんで、リンク。俺、どうした？この我を初めて見るかのようなそのまなこ。我はインパじゃ。インパの名くらい覚えておるじゃろ。え、どうなリンク？
覚えてなさそうやな。そなた、やはり記憶が。まあ今はむしろそれが救いかもしれん。リンクよ、もそっと近くへ。生前は、え、ていうかお前100歳以上だ。人間じゃないやん、もうなら。100年前。そう。ハイラル王国が滅びた100年前のある。ゼルダ様は最後の希望として倒れたソナタを聖なる眠りにつかせ、そしてお一人で、たったお一人で、薬剤ガノンのもとへ向かわれたのじゃ。そのゼルダ姫、ソナタに向けたある言葉をこの我に残された。その言葉をソナタに伝える日を我は100年待っておったというわけじゃ。みんな100年間も俺を待ってくれてんねんな。しかしじゃ、姫様が命をかけ、そなたに残した言葉、そのお言葉を賜うこと、それすなわち、そなたも命をかける覚悟を決めるということ。それならとっくにできてますよ。とはいえ、記憶を失った今のそなたに押し付けることはできん。まあ、そっか、言うてもば、初対面みたいなもんやしな、記憶なくしてたら。姫様のお言葉を賜う覚悟できたなら、またここへ来るがよかろう。え、全然覚悟できてますよ。俺はゼルダを助けに行くね。1秒でも早く。姫様が命をかけ、そなたに残した言葉、ラバハンカナ覚悟のものに伝えることはできん。そなた、命をかける覚悟はできたか。とっくにできとるっちゅうね。これはこれは。記憶を失おうともそなたは変わらぬな。正義感だけで突き進まんとする、その真面目さは昔のままじゃ。で、その言葉とは？よかろう。そなたは記憶を失おうておるのでの、順を追って話していくとしようかの。おん？ハイラル王国の歴史は太古の昔から幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。その度勇者の魂を持つ者と女神の血を引く聖なる姫の活躍によって平穏を取り戻してきた繰り返しの歴史なのじゃ。これまでのゼルダシリーズってこと？ガノンとの戦いを伝説として幾度も刻みながら時は流れた。これより語るは今から1万年ほど昔の話じゃ。当時のハイラルは高度な文明を花開かせておった。それはもはや魔物すら脅威としないほどじゃったという。人々はその技術や力を勇者と姫の助けにしようと考えた。薬剤が復活してもその封印を確実にするものを作ろうとな。彼らは人が操る四体の巨大な獣、神獣、そしてガーディアンと呼ばれる自らの意志で敵と戦うからくりの兵を作り出した。全部敵に回ってもたよ。神獣を操る四人は特殊な能力に秀でた者より選び出された。こうしてガノンに対する術は整えられたのよ。そして再び薬剤ガノンが復活しハイラルを襲った時、彼らは勇者や姫と共にガノンに立ち向こうたのじゃ。ガーディアンは小さいながらも数を生かして勇者たちを守り、神獣はその巨体から猛撃を放って奴の力を削り取った。そして大魔の剣を持つ勇者がガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事奴を封印したのじゃ。負けるはずがないよな、こんだけ軍勢があったら。
一体ガノン何したんや。そして100年前、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく、1万年前の伝説に習い、我々は準備を急いだ。しかし結果は、我らはキャッツを侮っておった。そして二度と同じことを繰り返さぬよう、姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。4体の神獣を解放せよと。はあ。4神獣、それは厄災ガノンに倒された4人の英傑が操った古代シーカーの兵器のこと。ゴロン族、ダルケルが操った神獣バニーダルニア、バルダニア。かっこええ名前。リト族、リーバルが操った神獣バメド。ゾーラ族、ミファーが操った神獣バルッタ。みんなバーから始まるんや。ゲルド族、ウルボザが操った神獣バナボリス。神獣たちの力なくしてガノンに立ち向かうのは困難を極めるじゃろう。100年前、ガノンに奪われてしまった神獣に乗り込み、再び我らの手で取り戻すのじゃ。神獣たちの手がかりは、ハイラルの各地に住む4つの部族のもとにあろう。ほう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 。シーカーストーンの光がそなたを導いてくれよ。その場所にいる部族の多さに合ってくるのだ。はあ、なるほど。この神獣たちと戦っていくんかな、これ。しかし、そのシーカーストーンはまだ完全ではない。ゼルダ様が残されたそれは道しるべ。そして、そなたの記憶そのものじゃ。そうだの。果ての村の古代研究所なら力になってくれるかもしれんぞ。果ての村ってなんか、やばい研究員がいるとこじゃないの。そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあ、もう後戻りはできん。己の心に従い突き進むがよい。オッケー、ありがとうな、インパおばあちゃん。それは我が一族が代々守ってきた宝珠。いくらそなたでも気安く触れることは許されんぞ。へぇ。じゃあ何してんパーや。じゃあパーやどけって。でっかっ。どうかなさいました。このパーやなんかご用でございましょうか。じゃあこの村のことについて教えて。私たちシーカー族は長年ハイラル王家に伝えておりました隠密一族。でも王様に嫌われてたやろ。しかし100年前7大厄災で王家が滅び、我々一族は散り散りとなりました。残念なことにガノンに忠誠を誓う者も少なくなく、マジでとんでもない不届き者がおるもんやな。我らはイーガ団となり、ガノンに立ち向かう者を次々と手にかけていきました。へっ。リンク様が目覚められた今、彼らにとってリンク様は一番忌むべき相手。どんな手を使ってもあなた様を狙ってくることでしょう。とんでもねえ奴らがおるもんやな。大妖精クチューラ様。今はもう知る者は少なくなってしもうたが、ここはクチューラ様の加護のもとに作られし村。クチューラ様の通力は守りの力。尋ねておくとよいかもしれんの。大妖精様はこの村の祠の裏にいらっしゃいます。大妖精様、これもしか最初言った祠のことなんかな。まあ、君のこと教えて、ほんなら。私のことでございますか。うん、そうだよ。緊張なさんだって。私はパーヤと申しまして。パパイヤの種のような差があることから、パーヤと名付けられておりました。それどこにあるの？それは、リンクよ。そのぐらいにしとかんか。いつか必ずお答えいたしますので、もう少し時間くださいませ。それどういうこと？多分その肌、あれある、服の下にあるってことやろ。で、いつか必ずお答えする、お見せするってことは、いつか俺とそういう年頃な関係になるってこと。前は。まあ、おめえのそのあざなんか正直どうでもやね。いや、さすがに動かせんか。これおばあちゃんのベッドか。パーヤの日記のようだ。これパーヤのベッドってこと？じゃあ早速、果ての村の研究員のとこに向かいましょうか。おい、何、装備屋さん？服はいかが？お、マジ？強くないですか？オシャンテ限定の特別な装束なんですよ。それ着ると足音がでんくなるから。え、めっちゃいいやん。その防御力が弱くなりますからね。まあ今、防御力合ってないようなもんやからいいよ、別に。全然こっちのが防御力あるし。ルビーが足りません。何？ 700 だと。これは？ 120 やん。ハイリアの服。あー、別にこれあったら、これめっちゃ安いやん、というか。やったらもっと貯めてこっち買いたいな。うん。
ちょ、どっかで宝石ちょっと集めるわ。でね、ちょっといい加減ね、料理を俺は覚えたいと思う。あ、こういうことね。え？あー、こういうことね、なるほど。これ手に持って、お、めっちゃ体力回復するやん。え？なんかドットになりましたよ。え？マジで？くたばれよこのカエル、お前のせいやんけ。ちょ、古代のネジ煮込んでみようぜ。これでも料理にはできるんやな、ネジから。十分才能やで、リンク。何か刺激を与えると変化するらしい。じゃあこれちょっと煮込んでみようか。刺激を与えたぞ。あれあ、モザイクまみれや。まあ、結構飯増えたな。よし、料理を覚えることができました。なんかこの湖に妖精がおるって話やったんやけど、その湖はどこにあんのかなって思って。え、やとしたらこれ上上がっていくってことやんな。じゃあ上がってみようか。え、最悪、よじ登ることが困難ね。うわ、マジで言ってる。やっぱやばだるいや。ちょ待って、溺れる、溺死する、勇者が溺死するぞ、助けてくれ。やばい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 。あ、これ登っていけんのかな。雨降ってるからな、なんとか、なんとかいけんか、なんとかいけんか、頼む、なんとかいけんか。あ、くそ、でも最悪マジで。もうちょっと時計進めよう。ちょ、焚き火当たって暇つぶしするわ。聞けてるー。ちょ待って、どうしたらこれ、宿泊まったらいいんか。何お前が寝とんねん。おい、お、晴れとるね。じゃ早速行きましょうか。ここが湖ですか。ここな気すんねんけどな。何かあるわけでもなくか。別に何もねえし、祠あるしやな。間違えた。うらぁ、ファダックスの誇り、祠。沈んだ救い手、ここに玉を掘り込む。これってこと。あ、引っ張れんねや。あ、これ救うってことか。むず。え、むず。こうか。で、これをこん中に、シュート。え、っていうこと？やんな。あ、よかったよかった。で、おそらくこれまだ使いそうやから持っておくか。ザッピン、すくって。で、こんな、あれ？蓋がかけられてますね。むむ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 。あれは一体どうすんだよ。それやってる間、上のこれなんか開くとかではない。ではなくて、たまにボタンやと思うよね、なんかの。下のスイッチにボールぶつけんじゃね、これ。これで、グン、グン、グン、違う。あれ止めてる間に爆弾突っ込むとか。普通にてか浮かんでくるくない、爆弾。あ、いってる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 。ええ、間違えた。え、あれなんか使えるんじゃないの。うわー、落ちた。え、普通に置くだけでええんかい俺。え、でもさ、これ掴んで持ち上げたらやっぱ復活するよな。あ、ってことはこれ、そういうことか。あらかじめこれを運んどく必要があるんやな。はい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 。おい、これどうやってこれ下置くん。うわ、最悪。おっ、きょ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 、きた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 。これでザップ。おーっしゃ、よし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 。なかなか難問でしたね、今回の祠は。
あ、これでも簡単な方なんやろな。よし、ついでに奥の祠も行ってまおうぜ。